さあ始まりました、はい、雨のパレード、ね、ウェザーチャンネルでございます、はいはい、今回でね、第4回目になるかもしれないですけど、そうですね、はい、ここでですね、うん、緊急特別企画をね今日はやろうかと。4回目にしてもう、もう緊急4回目にしてもう緊急特別企画をさせていただくんですけ ど、ね、まあ、僕らバンドマンなんでね、うん、いろいろ機材のこととかも言っていきたいなって思いまして、はいはいはい、皆さんはあのエフェクトボードというのをご存知ですか？いや、もう知ってるも何もうちのギターの足元にあるあの、はいはい、あれですね、板ですよね。そうですね、はい、ギターの、エフェクター、音を変える機械がいっぱい入ってるボードっていうのがあるんですけど、これがうちのギターの山崎のエフェクトボードなんですけど、うん、もうちょっとね、まあ俺らももうほぼ10年近くこれを見てきて、ね、ちょっとねボロくなってきてるんですよ。まあねー、サビだったりこのね、海外にもこう行ってるもんね。そう、取っ手がこうね、ちょっと壊れてきちゃって、まあ、コウスケさんが新しいのをね、うん、新しいのを作ろうかなっていう話になりまして、うん、まあでもこういうちょっと大きめのサイズ感のものってその市販ではなかなか流通してなくて、そうだね、まあ、特注とかになっちゃうんですよ、うん、メールでやり取りしてたみたいなんですけど、その特注のエフェクトボードを作るために、そう、はいはいはい、まあ現状でもかなり他のバンドよりは大きいエフェクトボードなんですけど、ね、まあ、ちょっと特注で頼んだところちょっと大きく作りすぎちゃったかもしれないっていう、予想かもしれない、かもしれない、なるほどねそう、はいはいはい、大きく作りすぎちゃったかもしれないというエフェクトボードがこちらです。はいでかすぎるどうでかすぎるんですよね。でかすぎましたねこれ見てもらったら分かるんですけど、うちの楽器担当とか、はい、PA さんも大爆笑で出落ちですね。そうですね、はい、で今回はこのエフェクトボードに現状のエフェクターを逆に積み込んでね、うん、新しくエフェクトボードを組んでもらおうかなと。だから今回はまあ機材オタクのですよ、うん、山崎さんにいろいろ教えていただいて、うん、エフェクトボードの組み方を今回ね動画でご紹介しようかなと思っております。任せてください。ちょっとでかすぎるんですけどね、はい、なかなかないですよこのサイズは、ねまあね、自分的にはこれはこう気に入ってるんですか？まあちょっと大きくしすぎたなっていうのはありますけど、ね、まあ一般的には失敗という私どもはそういう捉え方せずに、はい、ちょっとやっていこうかなと思っており、頑丈さに重きを置きましたから、はい、じゃあ早速組み立てていってみましょう。はい、これを積み込んでいくわけですね。こっちそうだね。どうやってついてるんですか、まあ、それ。これはね非常に強力なマジックテープでですね。おお、マジックテープ。そう、くっついてるんですよ。こんな感じでマジックテープだけで全然持ち上がります。なるほど。でこれがまた特殊なマジックテープで、両方なんかキノコ状になってる突起がついてて、オスメス関係なく両方ね共有されてるやつで、これだとねバチンってはまるの。結構固めにできてて、これが非常に強力で、はい、これには結構こだわりを持ってね、つけてます。面積多く貼りすぎちゃうともう剥がれなくなっちゃう。本当に剥がれないさっきのこれもご覧の通りだったけど、ね、手だと外せないんだよね。そう、じゃあ早速組んでいきますか。組んでいきますかね、はいはい、よろしくお願いします、はい、頑張ります、はい。どうしたんですか？これ今コントロール不能になって自分の顔を取り合ってそれは使う方がいいんじゃないですか？さっきからね、もうエフェクターを追うのも必死でこれの説明の時もグワーンなって。いや難しいんだな。あとこういう便利なねペダルライザーっていう、はあ、なるほど、ペダルの底上げをするやつで、これ例えばこう配線とかをね下に這わせたい時とか、こう奥にあって押しづらいやつとかを高さをつけるっていうやつね。こう普通に置くのとまあ全然高さが変わるから、うん、そう、こういうのもねあるとすごい便利。
これもライザーオブパーツ。なるほど。そう、こいつが噂のホグ2です。ホリがすごいな。あのさ、ホグ2撮ってもらわないと隣の椅子取ってもしょうがないんですよ。何が起きてるの。なんかでも感慨深いな、それが剥がされる。そうだよね。何年、いや本当にこれめちゃくちゃ長いんですよ。長いですね、本当10年近くです、うん、出会った頃ぐらいじゃない。そう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 、最初はもう少し小さかったよね。そうなんです。で、海さんだっけ。そう、米光さん。そう、米光さんから買ったんですね。そう、そっか、もともとね、そうそう、売ってたの買い戻した。そうそうそう。まあ、貼っ付けた後でもね、またあのちょっと剥がしてこう微調整もできる。さあ、記念すべき1個目がくっつきました。まあ、あとはね、もう本当にこういう地味な作業がずっと続いていくんで、ここからはもう早送りでお届けします。本当に超早送りで。ループの拡張、エフェクトループの拡張みたいな。これミディでコントロールできて、うん、ここにね、またエフェクトループ1、エフェクトループ2っていうのがあって、うん、今さ、プラズマペダルをさ、うん、入れる、もうループがなかったわけよ。あ、もうないんだ。そう。で、そのためにこういうのがあると、例えば1個のループからここのインアウトに刺して、うん、で、エフェクターを2個刺せば、うん、例えばこれの時はここから来てエフェクトループ1の方に行って、ああ、やべんだ。そう、こっちの時はエフェクトループ2の方に行って、でもミディでコントロールできる。だからこいつをね、ようやくボードの中に出した。それ自体のループが足りてるか。そうなの。だからね、こういうね、ちょっとかゆいとこに手の届く愛というね。あの夢はまた形にならず、遠い遠い場所で。完成しました。はい、なんとか。お疲れ様です。作業時間が4時間ぐらい、約4時間ぐらいですね。4時間かけてなんとかですね、はい、まあほぼね、ほぼ同じレイアウトでこう映した感じにはなるんですけど、はい、まあ、あのここ大きくスペース空けてるのはですね、今後こういうあのペダル型のエフェクターだったり、うん、そういうのを置くためにですね、ちょっとここはスペースを空けております。まあ楽しみですね。はい。持ってみますか。いやいや、ちょっと、いや、知ってみたかな。あ、なんか。はい。おー、いいね、新品だね。わあ、新品ですね。なんか意外。スムーズなキャッチロック。まあここまでやね。まあここまでやってもいいよ。腰、腰を痛まり。おお、まあまあなんとかね。まあなんとか、まあなんとか余計なくもない。私も持ちます。はい、そうですね。あの持ち上げる分には積み込みでね、みんなメンバー毎回持つんですよ。うわうんま、うわうんま、マジ、うわうんま、これは重くなりましたね。エロ君持ってみなよ。結構でも持てないよ。まあ、ミナオちゃんね、普段こうシンバルとか持ってるからね。腰を使うね。うわ、これよう持てたね。すごいよ。これはすごい。いや、本当にありえないぐらいの重さ。でかすぎる。いやー、すごいね。圧巻ですね。でかすぎる。決してこんな大きさの。そうですね。はい。いろんな人に嫌われますから。主にね、関係者の方に勉強しにしてもらって自分のボールを受けてください。はい、お願いします。します。ありがとうございました。